はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。南と申します。よろしくお願いします。中野雄生と申します。よろしくお願いします。はい、では早速なんですけれども、はい、僕が一緒に働きたいか働きたくないかっていうのをこの丸バツで判断して伝えたいと思いますので、はい、今回は忖度なしでガチでやります。はい、絶対に忖度しません。はい。じゃあまず自己紹介を短めにお願いします。16歳で今、YouTuber をやりながらインフルエンサーマーケティングの会社で会社員をやっています。ユーセイダオと申します。芸名はユーセイダオっていう風な名前で、はい、土屋タオのタオと同じ下がり方のユーセイダオ。ずるいな、ずるいな、はい、笑いました。ずるいな、はい、ユーセイダオ君と僕は呼びます。どうして高校に進学せずに就職をしたんですか？高校に進学してそのまま大学に行ってから事業を起こすというよりも、みんなより若いうちに就職して、みんなより若いうちに経験値を積んで、みんなより若いうちに事業を起こした方が有利だなというふうに感じたからです。どんな事業を起こしたいんですか？教育事業は絶対にやりたいなというふうに思っています。具体的には？具体的なことは特にないです。きっかけを作るっていうのを使命に事業をやっていきたいと思ってます。今の YouTube 活動自体もきっかけを作るっていうのは一応、まあ、使命といいますかミッションにして活動しています。それは誰に対してですか？中学生に対して？特に誰とかじゃなくてもう全人類。全人類？はい。なぜ教育をしたいかっていうところなんですけど、僕自身が教育者の方に人生を変えていただいたなっていうのをすごい感じておりまして、それこそ小学生5、6年の担任をしてくださった方が結構、まあ、教師界隈では有名なキム先生っていう方なんですけど、その人の教育のおかげで今まで算数3でそれ以外2の成績だったんですけど、勉強に興味持ち始めて、しかも小学校5年生にテッドトークってあるじゃないですか、はい、あれを見せてくるぐらいちょっと変わった教育ですね。確かに変わったですね、はい、でもそれを見たおかげで僕は結構好奇心旺盛な子になったのかなと思って、そこからこう自己啓発系の動画とか見るようになってビジネス興味持って今があるっていうのがあるんで、何かこう伝える側になりたいなっていうのがすごいあります。じゃあユーセイダオさんの強みって何ですか？はい、ドライな決断もできるっていうところですね。多分入社してすぐには役に立たないと思うんですよ。そのどっちかというと決済者とかになった時に役立つ能力かなと思うんですけど、それこそ高校に進学せず就職したっていうのも周りにすごく言われたのは、この中3の12月まで受験勉強頑張っててあと2月やのにここで辞めるなんてもったいないとか、塾代無駄になっちゃうじゃんみたいな、結構サンクコストっていうんですか、はい、にとらわれて結構感情的なこと言われたんですけど、結構自分は一旦そこを忘れてドライになって就職した場合、高校進学した場合っていうのを比較して決断することができましたので、結構、まあ、ドライな決断も、まあ、会社やっていく上で必要だと思うので、そこが強みかなと思います。なるほど、わかりました。そんなユーセイダオさんが人生で挫折した経験はありますか？はい、アフィリエイトです。中2の春休みにアフィリエイトを始めまして。なるほど。すごい、家庭がお金でしょっちゅう喧嘩をしていたので、まあ、執着してまして、金稼ごうと思って、まあ、部活もパタッとやめてちょっと始めたんですけど、はい、ちなみにジャンルは何？あ、もう全部、なんかもう全部健康もやってましたし、はい、もうその時全然分かってなかったんで健康もやってましたし、美容もやってました。なんか自転車とかもやってましたね。だからもうやってて、あらゆるもの、あ、そうです。もうとにかく手探りで始めて、まあ、結構睡眠時間削りながらやってて6時間の3時間になっちゃってたんですけど、それで春休みはずっとやってたんですけど、まあ、学校始まったら学校って8時間拘束されるので、はい、今まで6時間寝れてたとしたら睡眠時間マイナス2時間とかになるんですよ、うん、で、まあ、ちょっと完全に体調を崩しちゃって、うん、精神的にもあったんで先生と公園に心配されて結構心折れて挫折しちゃって。別にそれって誰からもノルマがあるわけじゃないのに、はい、辞めた理由っていうのは、当時アフィリエイトのその参考というか勉強させていただいてた京子さんっていう YouTuber の方がいらっしゃる、副業系の、今結構多分有名で登録者10万人ぐらいいらっしゃる、あの副業系 YouTuber の方なんですけど、その方にメールを送ったんですよ。まあ、帰ってこんへんやろなと思いながら、僕今こういう状況なんですけど、うん、勉強とアフィリエイトどっち優先すればいいですかね、はい、みたいな相談をさせていただいたら、めちゃくちゃ真剣に答えていただいて、私だったら学業に専念するねみたいなことをお返事いただいたんで、あ、そうだ、そういえば俺学生だから勉強が本業だなって思って、ちょっと勉強やろうっていうふうに思って挫折しました。それが中学生か。
中3の5月とか4月とか。その挫折を経て、その後はどういう行動をしたんですか？移り方的には、中卒で会社員、すごい人みたいに映ってるかもしれないですけど、僕普通にバカなんで、また同じ過ちを繰り返してしまう。そこから、また稼ぎたいなってなって。なるほど、中3で。あ、そうです。で、いろいろ見てた時に、情報商材に引っかかって、当時、の貯金がほぼなくなって親にも怒られるわけじゃないですか。おばあちゃんとかが今年はくれたのにっていうふうに怒られて、はい、ごめんなさいってなってたんですけど、また稼ぎたいなってなって、それからなんか経営者のところにいきなり行って、なんか教えてとかってなってました、おー、なるほど。そんな、はい、今までやってきたことと、はい、強みも教えてもらって、はい、こんなことやりたいっていう話も教えてもらったんですけど、はい、それを踏まえた上で、はい、将来のキャリアプランをぜひ教えてください。はい、20歳までに、登録者100万人、なるほど、必達で、その影響力を軸に、先ほども申し上げましたきっかけを作るっていうことを使命とした事業を展開していきたいなというふうに考えています。なるほど、分かりました。はい、そのきっかけを作るっていうのをもっと具体的に考えたときに、具体的に今取り組んでることとかってありますか？例えばインスタのストーリーで、僕毎日800字ぐらいの日記を書いてたりしてました。1投稿ですね。何投稿？1投稿の1投稿で800字です。読めなくなってる。ちょうどギリ読めるぐらいの文字数で、日記と言いつつ自分の思想みたいなところですね。思想が変われば結構現実も変わるかなと思うので、大人が言ってるちょっと小難しいことを僕の視聴者層の高校生だったり大学生とかにも分かるように噛み砕いたりっていうのだったり、若者にトレンドな言葉に対してちょっと深掘って言語化してみて、それこそメンヘラっていう言葉はみんな使うじゃないですか、若い人で。メンヘラって本当はこういうものなんじゃないのみたいなのを言語化したりしてみんなに届けて、その言葉のおかげでちょっと心が楽になりましたみたいなことを言ってくださる方がいるので、そういうのをやってます。じゃあ次の質問なんですけど、はい、今の日本社会の10代、20代に向けて、なんか優勢だろうが思うメッセージがあれば、ぜひ伝えてください。はい、行動を結構しまくった方がいいと思います。ありきたりな言葉かもしれないんですけれども、若い人って社会でえげつないほど優先されるなっていうふうに痛感した体験がありまして、それこそ病院経営されてる方とかの最終診察終わった6時半ぐらいにいきなり行って、僕月1億稼げる人になりたいんですみたいな夢をプレゼンして、だから何か教えてくださいみたいなことを言ってたんですよ。むちゃくちゃなんですよ、今考えてると。僕だったら切れるなって思うんですけどでもむちゃくちゃなんですけど、14歳だよね、若いのにすごいねって皆さん口を揃えて言ってくださったんです。僕むちゃくちゃより若いの方がポイント高いんですよ。それぐらい、大人の方って若い人に対してこうなんか頑張ってほしいとか応援したいっていう風な、やっぱりそうなんですねっていう気持ちがすごい強いんで、若いってだけで結構お得なんで、なんか今の若いうちに行動するっていうのが頭一つ飛び抜ける上で結構大事なのかなって思いますっていうメッセージです。逆に、はい、ユウセイダオ君が例えば、はい、中学1年生のユウセイダオにアドバイスできるとしたら何をアドバイスしますか？中学1年生のユウセイダオ自分に対して、はい、学校の勉強はもうそんなしなくていいっていうふうなことを多分言いたくて、で YouTuber 始めろもう言ってたんです。実際始めたのはいつ？最初の投稿は去年の6月とかなんですね。最初は勉強動画を投稿したんですよ、というのは僕 TikTok で勉強を分かりやすく話す系の人だったんですよ最初、はい、なんで勉強を解説してたんですけど、あんまり伸びないなと思ってパタッとやめて、今年の3月ぐらいにエンタメに切り替えて投稿し始めました。なるほど。じゃあ最近だと。あ、そうです、まだ半年ちょいとかですね。なんでだから中国に戻ったら、そうですね、やらせたいですね。わかりました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。南さん、ユウセイダオさんと一緒に働きたいと思ったかどうか判定の方お願いします。はい、圧倒的に丸です。やったー。なんですけど、×です。あ、これは意味があります。はい、あれです、はい、丸だし、はい、×小栗高村さん、はい、これは何て、はい、意味があって、はい、人間性が圧倒的にいいですね。経験値が豊富なんです。そもそも喋ってるだけで使ってる言語とかで、はい、どういう人と喋ってるかが分かるんですよ。あ、ありがとうございます。サクッとサンクコストって言葉が出てきたけど、これ現代の中学生高校生知らない、大学生も知らない、サンクコストって言葉。経営者って常にどっかに投資をして、はい、例えば失敗した時には切り捨てて違うことをしなくてはいけないっていう意思決定をしてると、はい、そういう意思決定をしてる人と会話してるんだろうなっていうのが一瞬伝わってたんですね。はい、よく就職活動生がですね、その面接対策だとか言っていろんな OB 訪問とかって訪問してると思うけど、それを常に毎日毎時間やってるってことなんですよ。だからもう圧倒的に筋肉量が違うんですよ、普通の。ありがとうございます。高校生と
だから差がもうすでに開きすぎているので、はい、もっと続けてほしいです。だからもっと高めてほしいです。で、ありがとうございます。バツナイ、これはもう誰かと一緒に、僕と一緒に働いて、もちろん僕が持ってる経営してる会社にジョインしてくれると嬉しいんですけど、はい、ジョインしてほしくない。それは自分自身で立ち上げて、自分自身で誰からも指図されない状況で経営者として事業をやってほしい。すごい、今めっちゃなんかブルってしまう。なんかね、か誰かの下で使われるのはもったいない。あので、はい、あの採用はしません。なるほど、はい、もう自分一人でやってください。もう普通に会社作って、だから考えることは会社内に考えてください。会社内、はい、これめっちゃ評価高いんじゃないですか。行動してるから。しかも結構大きいのは、はい、全て失敗をしてるっていうこと。あ、はい、現代社会において失敗する人って結構ね、20代が多い。あ、それこそ情報商材とかマルチとか引っかかったりする。そこで反省して何かを変えなきゃってなるけど、それがとにかく早いですよね、経験したのは。あ、なるほど。そう、これはダメなんだとか、これは失敗してるんだとか、はい、で逆に誰かに何かメッセージを送る、それってもうノーリスクじゃん。だって無視されたら無視されたら別に何のリスクもないし、はい、っていうのが分かってる。普通の人って結構なんか自分こんなメッセージを送ったらなんか恥ずかしいとかかっこ悪いとか思っちゃって送れないんですよ。結構信じられないと思うけど、信じる。日本人が 99.9% は送れないんです。それがないから強い。ありがとうございます。なんかお願いするのってただだなっていうふうに気づいたのが早いな。あ、実際お願いただじゃなくて気づいたっていう、はい、僕も自分でサラリーマンを辞めて会社を起こして、それで気づいたんです。僕は20だから7とかって気づいたんですけど、はい、多分10年早いですね。はい、だからその10年間で圧倒的に差はつくっていう、お願いするのかなっていうのをもっとみんな知るべきだね、今の。そうですね、若者は。嬉しい。絶対そんなしない、これ絶対そんなしない絶対しない。本音という、本音です、これは。はい、ちなみに人生初面接でしたよね、今日。そうです、一応中3の時に高校の私学の面接練習を1回だけ面接練習みたいな。感想とかありますか？もっとゴリ詰めされるかなと思ってるので、あの、優しかったなって思いました。結構いろんな面接会の中で、はい、トップレベルに怖いレベルだから、はい、そう、そこが緩いと思うなら、多分、うん、どこでもいける。ありがとうございます。ということで本日は面接ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ